ノルウェーの作曲家、グリーグのハルニオスです。寒い北国は、冬は氷点下30度。もうみんな春を待っています。春に憧れています。だから、少し暖かくなると、乗り合い馬車の馬に、昔バスとかなかったですからね、乗り合いバスの馬に鈴をつけてチャランチャランチャランとなって、もうすぐ春来ますよ、春来ましたよっていうのを鳴らします。これが意外にも鈴が鳴ってる感じがします。そしてまた物語が始まる。今日は兵隊に行く男性と、それを泣きながら見送る女性の話です。遠くから乗り合いバスが、いや馬車ですよね、馬が、泣いてる娘に言います。もう泣かないでね、来年必ず帰ってくるんだから、お願いだから泣かないで、話しかけて、優しく話しかけてきます。それから、その娘は恋人に言った言葉を思い出しながら一人で待ちます。白樺の林の中で馬車を見送ったところで佇んで思い出します。あの人はもう1年経つけどまだ帰ってこない。ドラマが始まる、事件が始まります。いや事件じゃない、なんだろう、盛り上がってきます。Thank you.
結婚できてよかった。今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。今後もこのような動画をアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録といいねとコメントよろしくお願いいたします。バイバイ。